こんにちは、ニケです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回ですね、2024年1回目の買ってよかったものということで、まあ、本当に今年はですね、大雪で全国的に今通行止めの中ですね、なんとか四国から長野へ車で13時間という大移動からですね始まったような年だったんですけれども、まあ、今年もね恒例の企画をやっていきたいなと思います。はい、でこのチャンネルではですね、買ってよかったものを3ヶ月ごとにですね5つずつピックアップをしていて、初めの3回ではあえてランキングはつけずに、年末の最終回でですね年間総合ランキングベスト10を決定していくという感じでやっております。で今回のですね、まあ、振り返りというかタイトルとしては、長く付き合っていけるもの、人生を変えるものということで、まあどれだけねこう物を減らしていくかっていうところが結構ね叫ばれているような反面、人生を変える、例えばきっかけだったりとか天気だったりとか、強烈に記憶に残るですねトリガーになるものが物であることもですね往々にしてあるかなと思います。でこの3ヶ月はまあそれに近いですね感覚を持てたようなものとのご縁がありました。はい、というわけでですね、2024年の1月から3月に買ってよかったものっていうのをですね5つご紹介していきます。はい、買ってよかったもののですね、まず一つ目にご紹介するのは、まあ、やっぱりねこのアイテムからですね、アークテリクスのベータ AR ジャケットになります。まあね、高すぎるし完全にオーバースペックだし、必要かと問われればですね間違いなくノーなんですけれども、まあ、そういうものほどね人間って惹かれたりしますよね。4、5年前にですねゼータ SL からアークテリクスにハマってですね、いつかですねゲットしたいと思っていて、数年越しでようやく購入できたということもあってですね、本当に喜びと感動がですね増し増しです。はい、で人生初のですね今回ゴアテックスプロを採用したハードシェルになっているんですけれども、正直もっとですね着心地はパリパリしてゴアつくかなと覚悟してた部分もあったんですけれども、本当にねここはいい意味で予想をですね裏切られました。まあ、確かにね旧モデルの薄型軽量ですねベータジャケットとかと比べるとですねやっぱりこう厚みはもちろんありますし、しっかりねハードシェルだなっていうような印象もあるんですけれども、まあ、ゴアテックスでですね、まあ、素材自体も進化して着用感もだんだん高まってきていたりとか、まあ、ゴアのねシニット、まあ、内側のですね快適性着心地がだいぶこう改善してきているというところもあってですね、はい、それからですねいろんな方にまあコメントいただけたりとか、自分自身もですねめちゃくちゃ気に入っているこのスモークブラフというですねベージュ系のカラーリングなんですけれども、まあ、同じね同系色でセットアップみたいな感じで着たりとか、まあ、明るめのねPT のデニムと合わせたりとかっていう感じで、まあ、特にこうタウンユースでもですね汎用的に使いやすくて、今着用頻度がですね結構高くなってます。で賛否が分かれるですねこのツートンのカラーリングについてもですね、実は以前正直微妙に感じていたんですけれども、まあ、好みも変わったのかですね結構ですね、まあ、アクセントとしてもまあいけてるのかなと感じるようになって、まあ、購入に至りました。で、まあ、せっかくのこうハイスペックジャケットですし、まあ、今ですね長野に引っ越して自宅から30分圏内でゲレンデに行けるようなですね環境でもあるので、まあ、中学生ぶりぐらいになるんですけれども、ウィンタースポーツにもですね、まあ、今後チャレンジしてみたいなとも思っています。まあ、そうなるとねまたアークテリクスの、ゴアテックスのねパンツが欲しくなってしまうんですけれども、はい、まあ、いろんなねプライベートからアウトドアまで使っていきたいなと思ってます。はい、そしてですね買ってよかったものの2つ目はですね、以前動画でもレビューしているおうちでサウナリバイタライズサウナというようなアイテムですね。半信半疑な部分もあったんですけれども、購入してね2ヶ月近く使っていて、自分にとって間違いなく人生を変えるようなライフハックギアとなったようなアイテムですね。やっぱりこれまでってですね、まあ、サウナは毎回こうお金を払って外でやるものだったりとか、まあ、自宅でサウナなんて期待してないし全くこう考えていないっていうのはやっぱり思い込みの部分もあったんですよね。ただこういったですね、まあ、偏見みたいなものを一旦ですね、ぶち壊して本気で検討していただきたいような一品になっています。はい、で詳しくはねぜひ動画の方をご覧いただきたいんですけれども、自宅でロウリュまでできるし、温度とかね湿度のサウナ環境もね自宅では十分すぎるほどなんですよね。で何よりねこう水分補給だったりとか読書、それから音楽を聴きながら楽しんだりとかね、まあ、完全マイルールでサウナを楽しめて、かつ薪ストーブのようにですね、まあ、準備とか片付けの手間もないので、まあ、本当にね面倒くさがりな自分でもねサウナを習慣化することができましたし、やっぱりこう家庭用ならではのですね楽しみ方みたいなものが本当に魅力的だなと思います。で超重要なのはですね、一般的な家庭用電源でできるっていうことなんですよね。特別なこう工事をしたりとか電気代がね一気にこう高額になってしまうっていうこともありません。まあ、自宅でねこうサウナができることの恩恵がここまで大きいとはね本当にこう衝撃と感動のアイテムでした。
でスペース的にもですね、あの一区画さえあればできるようになっているので、ぜひですね、あのサウナ好きな方や、まあ、健康とかね、美容に気を使っていきたい方はですね、ぜひ本当に一回考えてみてほしいなと思っています。はい、買ってよかったものですね、2つ目のアイテムが今こちらに映っているですね、デスク天板になります。一つ前にアップした動画からですね、登場して活躍をしてくれているんですけれども、まあ、今回ね、メインのその作業用のデスクに加えてですね、新しくこちらのですね、無垢材、ウォルナットのですね、天板をオーダーしました。はい、で今メインでですね、使っているのも、まあ、国産カバザクラのですね、無垢材を同じショップから購入して、本当にこうリーズナブルで、品質もね、めちゃくちゃ良かったので、今回ですね、まあ、リピートで木材専門のですね、マルトクショップさんを利用させていただきました。で今回オーダーした天板のスペックとしてはですね、樹脂がまずウォルナットの修正材ではなくて無垢材ですね。でサイズが 140×80 で厚みがですね 2.5 センチというサイズ感です。で角がですね若干こう丸みを帯びているんですけれども、こちらも加工を一部お願いしているのと、で塗装に関してはですねウレタンクリアで塗装してもらっていて、ツヤがですね全消しの比較的こうマットな質感のタイプになっています。はい、でメインのデスクに関してはですね、まあ、自分でプチ DIY みたいな感じですね、ブライワックスで塗装したんですけれども、多少やっぱりこうムラができてしまったっていうのと、今回ねウォルナットでそのままのですね色合いをなるべく活かしたかったっていうのもあったので、ツヤ消しのですねウレタンクリアの塗装ですねオプションで選択しています。で、まあ、価格としてはですね送料を含めてだいたい7万円ぐらいで、納期がですね約20日ほどでした。まあ、純粋に金額だけ見るとねかなり高価にはなってくるんですけれども、実はこれコスパめちゃくちゃ高いんですよね。あの世界三大名木でですね、あの高級家具の代名詞とも言われるウォルナットですけれども、成長のスピードがですね非常にこう遅いと。でダイニングテーブルぐらいの大きさになってくると、100年ぐらいのですね年月がかかることから、まあ、非常にこう希少性も高い木材というふうに言われています。で以前にですね、まあ、このウォルナットといえばというですね、まあ、某高級、家具ブランドをですね店舗とかで見てとてもいいなとは思ってたんですけれども、まあ、やっぱり価格がですね20万とか30万ぐらいの、金額になってしまうので、さすがに、諦めというかですね、全く手が、届きませんでした。はい、で以前あの東京の展示会でもですね直接伺ったこともあって、香川県のですね木材を専門で扱うマルトクさんなんですけれども、まあ、ざっとですけれども、そういった家具ブランドのですね、まあ、半額とか、それ以下のですね、相場の価格帯でこの、風合いの素晴らしいですね無垢材が、購入できます。はい、で今回ですね、まあ、このデスクを購入した理由がですね、まあ、大きく2つあるんですけれども、まあ、1つはねこの YouTube だったりとか Instagram だったりとか、撮影をする上でねやっぱりよくあるような白背景、まあ、以前はね IKEA の天板使ってたんですけれども、その白背景からちょっとこう脱却をして、まあ、自分ならではのこう雰囲気だったりとか世界観みたいなものを作りたいなと思ったのと、撮影以外にですねこの8畳の江戸間のワンルームなんですけれども、この作業部屋にですねバー、それからレコードスペースを設置したいなと思っていて、まあ、それをねこの今映っている撮影用のデスクとですね兼用で使っていこうかなと思っています。でまあ、同じ部屋にですね、まあ、仕事だったりとか、楽器を弾いたりだったりとか、趣味もですね一緒にこう詰め込むパターンなんですけれども、まあ、そのデメリットとして、どうしてもこう気分のこう切り替えというか仕事モードとですね、まあ、気分をこう リラックスして、趣味に打ち込んだりっていう部分の、切り替えがねやっぱりなかなか難しくなりがちではあると思うんですけれども、そこをですね、まあ、今回この木の色味で、まあ、線引きをしてみました。なんでね、あえて、まあ、部屋の中のこう木の色味っていうのはですね統一せずに、まあ、作業デスクに関しては比較的こうナチュラル系、マホガニーの色味なんですけれどもに統一をしていて、まあ、くつろぐねスペースに関しては落ち着いたねウォルナット系のカラーを選択してみました。はい、でまあ、実際ねこんな感じで変えてみて結構雰囲気良くなってるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ザ撮影場所っていうような感じもですね薄れて、まあ、部屋の中にね溶け込むような感じになっているので雰囲気もぐっと上がったんじゃないかなと思ってます。はい、でまあねあのデスクの足は自分で用意する必要があるんですけれども、まあ、特にね今これ固定はしてなくて下にね天板があってその上にもう乗っけてるだけっていう感じで、自動昇降型デスクのですねフレキシスポットの E7 Pro の上にですねこのウォルナットの天板が乗ってるような感じですね。まあ、雰囲気はね結構ありつつ、まあ、機能的で、まあ、こんな感じでね高さがこう自由に、はい、調整できるので、はい、まあ、YouTube のね撮影用の高さだったりとか、あとはね、まあ、夜こうしっぽりいいバーみたいな感じで
まあ、スタンディングで飲んだりとかですね、まあ、こういった感じで使い分けができるのがですね、便利かなと思ってます。まあ、金額的にもちょっとあの価格が張ってしまうので、部屋のねアイテムも全部が全部こう無垢材っていうわけにはいかないんですけれども、やっぱりこうデスクの天板だったりとかね、比較的こう部屋の中で存在感がこう大きいものに関しては、まあ修正材っていうよりはできればこう無垢材にしてあげた方がですね、まあ雰囲気も結構変わってきてですね、テンションも上がると思うので、まあとてもおすすめです。はい。でなるべくこうリーズナブルにコストも抑えながらですね、こういった雰囲気の天板が欲しい方はですね、木材専門のですね、マルトクさん間違いないと思いますので、ぜひですね、チェックをしてみてください。はい、何かね、あの質問があれば、コメントの方でも気軽にお待ちしております。はい、で4つ目のアイテムなんですけれども、普段ねあのデスクの後ろの方で映っているようなアイテムなんですけれども、ようやくね紹介できます。はい、こちらがですねブルックリンアウトドアカンパニー BOC のですねアルミコンテナの XS サイズになります。で普段はですね、まあ、自分のアウトドアスタイルとしてはですね、バックパック一つでこうキャンプをするような、どちらかというとこう UL 寄りなキャンプが多いんですけれども、長野に引っ越してからですね結構気軽に出かけることも増えましたし、ファミキャンにもね行くようになったんですよね。はい、まあ、そんなこんなでですね、今年に入ってからやってみたかったですね、まあ、流行りのですね、まあ、アルミコンテナカスタムなんですけれども、はい、まあ、せっかくなんでねちょっと開けながらやっていきたいと思います。はい、でここはですねレザーのストラップがついているんですけれども、既製品でですねこの XS のサイズに合うものがなかったので、まあ、今回ですね別注でちょっとオーダーをして作っていただいたものになってます。はい、でここを引っ張ると開くというような感じですね。はい、で一般的にこうよく人気なのはですね、この蓋の部分ですね、こちらに有効ボードとかをですね、まあ、使っていろんなねライトだったりとか斧だったりとかね、まあ、見せるですね非常にこう映える収納のタイプだと思うんですけれども、まあ、自分の場合はですね比較的こうコンパクトなキャンプが好きっていうのと、まあ、普段使っているですねギアだったりとか収納ポーチをですねそのまま使いたいなと思ったので、まあ、こんな感じでですねトタンとこうマグネットだったりとか100均のね小物を使ってなるべく楽にポーチをつけられるようにしています。はいはい、まあ、いつも使ってるねマグフォースのこういうちょっとミリタリー系のポーチなんですけれども、はい、こんな感じになってます。こんな感じですね、まあ、100均のクリップをつけてマグネットでこう留めていくという感じですね。ここにねそのまま設置をすることができるので、まあ、荷物の、ね、こう詰め替えだったりとかも結構楽できるので便利で使ってます。はい、まあ、あとは結構ホームセンターの金具を使ったりしてですねちょっとだけ工夫をしているんですけれども、まあ、こっち側にですねこんな感じで OD 缶がですね外側に取り付けられたりとか、はい、まあ、こんな感じですね、はい、ホームセンターの金具にちょっとこうクッションをかませたようなものとかですね、あと滑り止めもつけてるんですけれども、まあ、それをねこんな感じでここに配置して、はい、まあ、こんな感じですね。これはのセリアの焼いた杉板みたいなやつなんですけども、まあ、若干サイズ大きいんですけれども、まあ、ほぼほぼそのまま使えたんでこちらを使ってるんですが、サイドテーブルみたいな感じでこちらにね設置できたりとか、あとねちょっとこちらあのごつくなってしまったんですけれども、あのミグラトレイルというですねいろんなところにこうハンガーをつけられるようなシステムと、これがねカメラギアのですねクリップになってるんですけれども、こちらをちょっとあのごつくなってしまったんですがランタンハンガーとしてですね使ってたりします。はい、こんな感じでねここにつけることができます。結構向きとかつける場所とかね自由にどこでも好きな場所にクリップで挟み込むことができるんで便利な感じですよね。はい、定番のこちらですねゴールゼロに隣デザインさんのですね、はい、こんな感じでねここから照らすことができて手元が明るくなるっていうようなシステムです。はい、で XS サイズなんでね結構ちっちゃめなんですが、スタンドで使っている、まあ、チェアみたいな感じなんですけれども、こちらね土台として使っていて、まあ、このですね非常にこうコンパクトなサイズからですね折りたたみ式でこんな感じのコンパクトな椅子が出てくるんですけれども、まあ、こちらねアルミコンテナのスタンドとして使っていて、折りたたんでねこの中にスタンドまで収納することができるという感じの、まあ、コンパクトなね装備になってます。まあ、もちろんねスタンドだけではなくて普通にチェアとしても使えたりするんで、なんだかんだね結構こういうコンパクトな椅子一つあるとね便利だなと思います。はい、まあ、あとね昔から愛用しているタイムワンのですねコーヒーミルが入ってたりとか、まあ、オーディカのね外のバーナーが入ってたりとかっていうような感じですね。であとはねサイドテーブルにも使ってる火が4枚別で入っていて、はい、まあ、ここはねこんな感じで
デスクとして使えるようにもなるっていうような感じですね。で、もちろんですね、こうアウトドアに持っていくときに使うのはそうなんですけれども、結構ね、こんな感じでシックで、洒落た見た目になっているので、部屋にこうインテリアとして置いても、入るし、このね、ちょうど、このウォルナット天板のですね、バースペースで息抜きにね、部屋で、コーヒーを入れるのも結構ね、好きな時間の過ごし方です。はい、5つ目にですね、ご紹介をするのは、カメラアクセサリーなんですけれども、小物系はね、大体ここを押さえておけば OK というまでのね、ブランドになりつつあるんじゃないかなと思うんですけれども、ウランジのですね、カメラアクセサリーになります。で、非常にこうリーズナブルなんですけれども、作りはね、しっかりしていて堅牢性が高くて、かつね、こう痒いところに手が届くような機能性にも長けたですね、発信者のですね、心強い味方のような、アイテムになってるんじゃないかなと思います。はい、またどこかでですね、カメラ系の機材をまとめて紹介できればと思うんですけれども、今回ですね、そのウランジから2アイテムですね、ご紹介をしていきます。1つ目がですね、こちらなんですけれども、三脚ではなくて、この三脚の先についてるですね、はい、こちらの、プレートになります。これがですね、アルカスイス互換の、クイックリリースプレートというものになっていまして、通常の三脚の上にこんな感じで、取り付けができるですね、プレートになっているんですけれども、はい、ここにですね、カメラを、ワンタッチですね、着脱が、できてですね、圧倒的にこう機動力が、上がるという、便利アイテムになってます。ここにノブがついていて、これを押すとですね、カメラが即時に外れると。引っ張って、縦にするとですね、ロックできたりもするので、その辺もね、便利です。で、これまでのね、こういう、ネジというか、こう回して締めるようなタイプのね、固定方法だとですね、どうしてもこうカメラが落ちないか不安があるんですけれども、そういったね、不安から解消されるっていうのもですね、大きな魅力なんじゃないかなと思います。はい、はい、で、こちらですね、この漢字の書いてある方の片側からですね、入れられないというのがいい意味でポイントになっていて、例えばね、こんな感じでこう俯瞰撮影をする際には、上から刺してあげれば、下側に落ちる不安っていうのがないですし、今ちょうどね、三脚で撮影してるんですけれども、こう傾けて、撮影をする時にノーリスクで済むんですよね。で、細かな点にはなるんですけれども、やっぱり機材系のね、不安っていうのは地味にストレスですし、特に、心配性のね、自分にとっては相当助かってます。はい、本当ね、全部カメラアクセサリー系はこれで、統一をしたいんですけれども、私はやっぱりお金も、かかってしまうので、今ですね、合計3つの、プレートをですね、こちら同じものをですね、俯瞰と三脚2つに、使って、愛用しています。はい、次にご紹介するのはですね、はい、同じですね、ウランジの、ミニ三脚なんですけれども、こちらですね、先ほどの、クイックリリースプレートと全く同じ機能がもう初めから、搭載をされているタイプのですね、三脚になっています。で、軽くはね、ないんですけれども、ある程度重量はこう抑えながら、剛性感もですね、非常に高いですね、堅牢なミニ三脚になっていて、フルサイズのミラーレスもですね、レンズとの組み合わせによっては普通に使うことができます。で、今自分がメインで使っているですね、シグマのアート2470ぐらいのですね、大きいものになると、ちょっとこう角度つけようとした時にですね、倒れそうな不安もあったりとかっていうのがあるんですけれども、サブでね、使っているシグマのですね、 APS-C 用の1850とか、そういったこう小さめのレンズであれば全く問題なく使うことができます。はい、で、こちらですね、こんな感じで、はい、3段のですね、伸縮タイプにも、なっているので、このあたりもね、ミニ三脚なんですけれども、ちょっとこう上の方から撮りたいなと思った時とかは、サッと調整できてですね、便利に使えます。ラバーの、グリップもついていたりするので、結構握り腰とかは、いいですね。以前はね、結構 2,3 万するようなレオフォトさんだとか、高級な、モデルもね、検討はしてたんですけれども、カメラが専業でもなければですね、カメラ系の発信者でもないので、ちょっとね、高すぎるかなというところで、手を出してこなかったんですけれども、そんな時にね、この非常に、コスパのいいね、確か、5、6000円ぐらいだったかな、1万円は全然、しなかった金額だったと思うんですけれども、はい、こちらがね、買ってよかったなと思ってます。はい、で、今回からですね、不定期にはなるんですけれども、番外編をですね、やっていきたいなと思います。ランクインはしてないんですけれども、これはというですね、インパクトの大きかったようなものをですね、カテゴリー関係なく幅広くですね、ご紹介していくようなコーナーにできればなと思います。はい、まず一つ目がですね、こちらにあるんですけれども、はい、サプリですね、亜鉛とですね、ビタミン D のサプリになっているんですけれども、サプリ生活をですね、始めましたというか、ちゃんと復活させたような感じになるんですけれども、今年でね、年齢的に30になるのと、ここから先ってこうごく普通に
過ごしていたらですね、落ちていく一方なんで、そろそろね、健康だったりとか、美容への投資をですね、本格的にやっていきたいなと思っているようなところです。もちろんね、食事にもかなり今気は使っているんですけれども、とはいってもやっぱりこう限界があってですね、どうしても食事だけだとね、不十分な栄養素があるっていうことも学んだので、もう一回ね、ちゃんと習慣化して始めたというような感じですね。で、健康やね、科学の専門のメディアではないので、簡略してね、ご紹介をしていくんですけれども、まずね、亜鉛の方からご紹介をしていくとですね、ポイントだけざっとまとめます。で、亜鉛の役割としては、酵素反応の活性化、ホルモン、DNA の合成、免疫反応の調整などの役割で、具体的に何に影響するかというと、味覚の正常化、抗酸化作用、免疫向上、子どもの発育成長、それからですね、皮膚とか髪といった美容ですね、あとは、生殖能力の向上、うつ病の緩和に影響するということですね。で、亜鉛が不足をするとですね、貧血、食欲不振、皮膚炎、生殖機能の低下、慢性の下痢、脱毛、免疫力の低下、などなどですね、そういった症状が出やすくなるそうです。で、成人男性のですね、1日の推奨摂取量はですね、11mg ということで、約 10g ぐらいということで、上限がですね 40mg という量になっているんですけれども、これがですね、なかなか食事からだけでは必要量をですね、摂取しづらいということになっています。で、気をつけなければいけないのはですね、過剰摂取による体調不良とか嘔吐といったような可能性もあるので、牡蠣とかね、カツオレバーみたいなものを食べた日はサプリをね、控えたりとか量を減らすといったような工夫が必要になるそうです。で、亜鉛とね、よく似た成分で鉄分ですね、鉄をサプリで取られる方もいらっしゃるんですけれども、酸化による老化のリスクもあるそうで、できるだけね、食事から摂取した方がいいそうなんですけれども、亜鉛に関してはね、なるべく他に何も入っていない、こういったね、シンプルなものが結構専門の方からも勧められていたので、こちらがおすすめかなと思います。次にビタミン D なんですけれども、こちらですね、カルシウムの吸収促進、骨の成長促進、それから血中のカルシウム濃度を調節する機能があると。で、殺菌作用ですね、発揮する抗菌ペプチドを作る働きによって、免疫機能の向上がですね、期待をできるということです。食事からですね、こちらも必要な十分な量を摂取しづらく、本当だったらね、1日15分から30分程度ですね、太陽に当たることで、生成をされるような栄養素なんですけれども、デスクワークだったりとかね、部屋にこもりがちな現代人にとってはですね、不足しがちな栄養素として指摘されることが多いということになってます。で、もちろんね、太陽を浴びて自然にこう生成できるのが理想ではあるんですけれども、やっぱり自分も長時間のデスクワークが多いのでですね、今はサプリを頼ってですね、補っているような感じです。で、Amazon でもですね、一応こちらの Now Foods さんというところが一番おすすめかなと思うんですけれども、割高だったりとかね、並行輸入だったりとかっていうところで、iHerb というですね、ショップの方からですね、買っていたりとかします。あとはね、楽天にも iHerb が店舗を出していたりするので、そちらもね、おすすめなんじゃないかなと思います。で、今ね、どちらも基本的に毎日1錠、食後から寝る前ぐらいのタイミングで飲んでるんですけれども、そんな生活をね、続けてみてどうだったのかっていうところで、サプリだけの効能とは断言できないんですけれども、ほぼ間違いなくというか劇的に変わったように思ってます。ちょっとね、うさんくさいように聞こえるかもしれないんですけれども、日々こうエネルギッシュに過ごせるようになったなというところで、前向きにね、ポジティブに物事を考えやすくなったりとか、自己肯定感もですね、結構上がったんじゃないかなというふうに思います。で、何よりですね、ちょうどこの効果を実感し始めた頃から、またね、ブログとか YouTube とかを本気でこうやってみようというふうに思い始めて、で、そこからね、さまざまな新しい、お仕事とかご縁につながったりしたので、自分としては結構サプリ様々かなというところもありますね。初めはプラシーボ的な思い込みがあってもいいと思うんですけれども、自分とね、同じくこう不安になりやすい方だったりとか、ちょっとね、こう前向きに日々やっていきたいなと思っている方はですね、ぜひこのあたりのサプリをですね、トライしてもいいかもしれないです。で、番外編のですね、2つ目にご紹介するのが、こちらのですね、プロテインです。もうかれこれですね、1年半以上、朝食はプロテインというような生活を続けているんですけれども、万人にね、向いているかどうかっていうのは分かりませんが、自分に関してはですね、これですこぶる本当に体調が改善しました。で、だいぶね、噂とかは聞いていて気になっていたんですけれども、なかなか、試せなかったんですけれども、もっとね、早く買い替えればよかったなと後悔しているのがですね、こちらレイズのですね、プロテインになります。超有名インフルエンサーの方がですね、手掛けるプロテイン
インなんですけれども本当に良かったです。まあ、まずねデザインからしてプロテインっぽくなくてね美味しそうで素晴らしいですよね。で今回はですね2種類試したんですけれども、まあ、特にねこのベリーが良くてねリピート確定かなという感じです。本格的なですねあのベリーのこう酸味が効いたような味になっていて、まあ、特にね朝の目覚めとかには最高なねフレーバーになっているんじゃないかなと思います。はい、で水で飲む場合はですねちょっとだけこうぬるめにして飲んであげるとですね甘みも出てきてより美味しく感じられるんじゃないかなと思うので、まあ、ぜひですねこちらまだ試されたことない方はですねやってみてください。はい、まあ、概ねこのシリーズは本当に評判が高いようなプロテインになってるんですけれども、これからねこの2種類以外もちょっといろいろ試しながらですね飲んでいこうかなと思ってます。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。もう今回はねタイトルの通り長く付き合っていけるもの人生を変えるものに恵まれたですね3ヶ月だったなというふうに振り返っています。でベータ AR もですねウォールナットの無垢材も丁寧にねケアしていけば本当に長く使っていけるものですし、むしろね使っていくことでこう味が出てくるようなものだとも思っているので、これからねしっかり使い込んでいきたいなと思います。でまさかですね、まあ、自分でもこう自宅でサウナができる環境が作れるなんて思ってもいなかったんですけれども、まあ、今ではね日々の習慣になるほど影響度が高いようなアイテムですね。本当にいい買い物でした。はいはい、で今ね撮影をしているのがちょうど4月の末ぐらいなんですけれども、はい、4月はですねかなりまたいろんなアイテムをですね購入して、4月からですね6月の2回目の買ってよかったものに関してもですね、まあ、相当やばいことになるのがですね確定しておりますので、ぜひですねそちらの動画もご覧いただければなと思っております。はい、というわけでですねこのチャンネルではアウトドアミニマルライフをテーマにですね魅力的なブランドやアイテム暮らしのコンテンツをですね発信してますので、チャンネル登録やいいねもお待ちしております。はい、というわけでですね、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。